はい。フリーライターに使われて過ごせる日村で,です。99岡村隆さんが実は10月10日に結婚してました。30代一般人女性、極秘結婚ということでやっていきたいと思います。ということでですね、まあ、ナ9の岡村隆さんが結婚していたということですね。はい。まあ、あの、このね、今暗い中、暗い話題が多い中ね、えー、ご結婚ということで大変おめでたいなと思います。岡村隆さんおめでとうございます。はい。まあ、あの、 まあね、今言った通り、ネイティナインの岡村隆さん、50歳、50歳、もう50歳なんですね。えー、10月10日に婚姻届を出していたと。で、えっ、ー、と、今日、えー、今日矢部さんの結婚式じゃない、えっ、ー、と、誕生日なんですかね。にちょうどリークされたというか、えっ、ー、と、これがどこだったかな。スポーツ、スポーツ、スポニチです、ね、スポーツニッポン、スポニチで取り上げられたということなんですけれども、うん。 でえー、と都内の自宅ですでに、えー、同居して初めてると、一緒に住んでいるということも報道されていました。で、相手の女性はっていうと、30代の女、一般人女性以外は不明であるということが書かれておりました。で、ェイにもほとんど情報が出回ってないということですね。はい。で、えっ、ー、とね、誰だったかな。うんと、ちょっとすぐに出てこないですね。 芸能界の方々もなんか知らなかったみたいなコメントが、えっ、ー、と、ツイッターにあったんですけれども、もう流れてしまってますね。まあい、いや。はい。まあ、あのー、芸能界の人も、要は、あのー、岡村さんとこう,こういう関係のあった方も知らない人が多かったというふうに、えー、なってますね。で、まあ、ツイッターとかにもね、さっきちょっと誰だったか忘れてしまったんですけども、知らなかったみたいなことを書かれている芸能界の芸能人、確か芸人の方だったと思うんですけども、いました。で、まあこう、 今年ね、4月にオールナイト日本で風俗発言をして、風俗の発言をして炎上していたと。でその時の炎上の、えー、精神的な支えになったのがめ滅だったのではないかなっていうことが、えー、報じられていました。で、炎上の際に、えー、公開説教を、えー、相方の矢部さんがしたんですけれども、その時に結婚を提案してたと。これは伏線だったんじゃないのっていうふうに、えー、言われています。で、唐突な提案で、まあ、あの、交際してる人もいないみたいな感じの、えー 感じだったので、えー、ネットはざわついたんですよね、この時ね。でも、実はこの交際を知ってたからこそ、矢部さんはもうお前結婚すればっていう風に言ったんじゃないのっていう話なのかなっていう感じですよね。で、芸能界の重鎮の独身、独身重鎮の一人がついに結婚でネたお祝い食に泊まっているという感じですね。コロナの暗いの中でまあ一筋の光になってくれればいいなという風に私は思います。で、まあ、北の偉人館のね、 神戸の北ののの人館とというとこの鱗の家っていうので世相サンタっていうのがあるんですけれどもこれはあの今年明るい話題がないとで誰にするかすっごい困ってると過去はねあのワールドカップで優勝したでなでしこジャパンであったりラグビーの五郎丸さん、えー、大河ドラマの黒田寛平らその年の各界の顔が選ばれてきてたんだけど今年は本来ならねあのー オリンピックがあって選ぶのに苦労するはずだったんですけども、誰にしようかってなるはずだったんですけども、まあコロナの影響で、まあ、亡くなってしまって逆にいないということで話題になったんですね。で、まあ、あの、将棋のね、藤井聡太二冠であるとか、 テニスの、えぇ、ー、大阪直美さんっていう名前上がっていたんですけれども、過去、二人では過去にも登場していて、今年も多分出るんじゃないのでも、他にいないよねって困ってたらしいんですね。その中で、えー、その中でね、この、岡村隆さんが結婚されたということなので、このセスオサンタに、えー、岡村隆さんがなるのかなっていうふうには思っています。まああの、まだね、年末までちょっとあるので、 えこれがね、何月までに決まらなきゃいけないのかなえ ?10 月下旬に決めなきゃいけないと。で、デザイナーが制作イントに取りかかって、11月下旬にお披露目ということなので、まあ、ギリギリ、ギリギリ間に合ったかなぐらいな感じですけども、まあ、岡村さんになる可能性っていうのは結構あるのかなっていうふうに思っています。はい。まあ、あのね、なんだかんだで、ね、あの、もう結婚できないんじゃないのみたいなことを思った方も多いと思うんですけれども、この岡村隆さんね。 今回、一般人女性と。まあね、お見合い企画とかね、なんかあの女性とデートする企画とかも結構テレビ番組に組まれていて、まあ、どこかで結婚するのかね、どうなのかね、なかなか結婚できないねっていうような方だったんですけれども、まあね、風俗嬢の発言で今年、ね、4月に炎上していて、 まあ、まさかね、今年そのまま結婚するって思ってた人って少ないと思うんですけども、私自身もね、まあ、結婚するとは思っていなかったんですけれども、まあ、10月に結婚された、10月10日に結婚、婚姻届を出されたということですね。うん。ねなんかあの、岡村さんが50歳っていうのがちょっとなんか、うん、不思議な感じがしますけども、もうちょっと若いような、ね、イメージがありますよね。うん。まあ、踊って、ね、EXILE と一緒に踊ってみたりとかね。 オカダイルでしたっけ踊ってみたりとかね、まああの。まだまだアクティブな方なので、なんか50代っていう感じがしない。まだまだ元気。まあまあ50代だったら元気なんですけどねなああの。ダンスをしたりとかね。うん。いうイメージだったので、もっともっと若いようなイメージだったんですけども、まああの、50歳だったんですね。うん。はい。まああの、芸能界のね、誰かと結婚するのかなぐらいに思っていたら、 まあ、一般人女性と。まあ、最近、一般人女性って多いんですよね。うん。まあ、あのー、山ちゃんがね、有名な女優の方とね、結婚されたので、まあ、ね、有名女優の方と結婚するっていう路線もあるのかなっていうふうに思った方もいるかもしれませんけれども、まあ、今回は一般人の女性と。いうことで、多分ね、これ、あんまり情報出てこないんじゃないかなっていうふうには思っています。 まあ、岡村さんがね、えー、発言しない限りは多分出てこないと思うので、うん、まあ、矢部さんがね、ちょっとぐらい言うかもしれないですけども、まあ、あの情報がね、あんまりないという、みたいなので、まあ、極秘結婚っていうふうに書かせていただきましたけども、まあ、どこまでね、えー、隠すかっていうのはわからないですけども、まあ、一般人の方ということなので、そこまでね、今まで情報が出てこなかったってことは、これからもそんなに出ないんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、ね、記者会見とかされるのかどうかわかりませんけれどもね、うーん。 まあね、今後はあのコロナのね、あの、また波が来るみたいなこと言われてますけども、そういうのが来ずにね、平和に、えー、いければね、一番いいと思いますので、うん。はい。ねえ。岡村さん結婚ってと、ちょっとね、あの、寂しいと思うような人もいるのかなぁとは思いますけどもね、うん。 他、独身の有名な人って誰がいるんだろうね。うんと、これが2020年の6月時点なので、もしかしたらもう結婚されてる方もいるかもしれないですけれども、まあ、あの、独身とし、これ、独身としって驚くか。まあ、い,いえ、佐々木倉之介さんとか、大沢か夫さん、竹内豊さんあ、竹内さんって結婚してないんですね。草野正宗さん、室津さん、寺門ジモさん、あ、寺門さん結婚されてないんですね。宮本阿門さん、安住紳一郎さん、 金城孝さん、中村俊介さん。うん。なるほどね。結構、おられるんですね。うん。はい。他にもいろいろいますけどもね。今、さーっと見ていってるんですけども。あ、高見沢さん結婚されてないんですね。芸能界にそんなに僕、詳しくないので。うん。 うん、そうですね。うん。なんか、驚くって言ってるけど、驚かない人とかは結構いるな。坂上忍さんとかね、長瀬さん、え、東京の長瀬さんとかね、剣道小林さんとか別に、あの、結婚してないことに驚かないよねって、学徒さんもありますね。桜井翔さんとかも、この辺、いや、結婚してないって聞いても、特に驚かないよねっていうふうには思いますけれども。まあ、いろんな方がいますね。はい。という感じでですね、ちょっと今脱線しましたけれども、まあ、もう、ね、 独身貴族だった岡村さん。ね。テレビ番組でも先ほどからも言ってますけども、何度もね、結婚企画みたいな、お見合い企画みたいなこともね、されていたと思うんですけども、な、決まらなくて、うん。だからね、どちらかと,いうとネタになっていたような感じでしたけれども、今回結婚されたということですね。えー、最後にもう一度、えー、岡村隆史さんおめでとうございます。えー、これからもね、頑張っていただきたいですね。はい。なんか結婚してね、あの、沈んでいったとかってならないようにね、していただきたいなとは思います。 まああのー、4月にね、炎上された後、まあちょっとあの、ボロボロに、ボロクソに叩かれてた部分もあったので、これでね、収まってくれるといいなというふうに思います。以上です。えー、よろしければですね、チャンネル登録していってください。フリーレイターのいつか笑って過ごせる日まででした。